一定の、区切りができたかなというふうに思っていますので、そういった意味で、ここでですね、退職をして、次の、こともやっていきたいなというふうに思ったということです。午後、取材に応じた難波理事は退職届を提出した理由をこう話し、熱海土石流災害に関する県議会特別委員会やリニア中央新幹線の県の専門部会の対応を終える来月上旬にも退職するということです。関係者によりますと、難波理事は来年春に行われる予定の静岡市長選に立候補する意向を固めていて、退職後出馬会見を開く見通しです。難波理事は国交省出身で、2014年から今年5月まで2期8年にわたって副知事を務め、リニア新幹線や熱海土石流災害など県政の重要課題で陣頭指揮を取ってきました。市長選についてはですね、今日はまだ退職届を出した段階ですので、あまり申し上げることはないんですけども、仮に市長選ということであればですね、それは打診とかそういうことではなくて、本人がやる気があるかどうかということですから、本人の意思としてですね、決めたいというふうに思っています。来年春に予定されている静岡市長選には、現職の田辺信弘市長が出馬への意欲を周囲に伝えているほか、静岡市葵区選出で自民改革会議の山田真県議も立候補の意向を固めています。